Love is love. Love is love. Adiós.はい、おはようございます。メガトトリッパーです。本日も動画をご視聴いただきありがとうございます。今日はですね、新潟県は越後駒ヶ岳に登りに来ています。一泊二日の行程で登り5時間下り3時間ぐらいのを予定しています。今日は駒の小屋にテントを張って一泊して、明日下山したいと思います。それじゃあ行ってきます。提供でお送りします。雲海のビューポイント、ここのね、魚沼市栞峠は雲海が有名なんですよね。今日も駐車場が雲海見る人たちでいっぱいでした。 こんな風に見えるのかな。こんな風に見える。コーヒー飲んで。初めて30分駒の湯と駒ヶ岳の分岐点に来ました。ここはね、駒の湯方面が崩落してて登山道では使えないみたいですね。一応駒ヶ岳が目の前に見え始めましたね。あの雲が取れればな、見えるんだけど、かっこいいね。はい、登り始めて2時間半。駒の湯と駒ヶ岳の分岐ですね、うん、きつくなってきたね、だんだん、うん、よいしょ。登り始めて4時間、やっと森林限界を超えましたかね。山小屋までだとここから1時間ぐらいですね。よし、頑張って登ります。見えた。よいしょ。はい、熊の小屋着きました。大体予定通り5時間で着きましたね。
いやめっちゃ疲れた。いやでもすげえ天気が良くて、ちょっと雲が多いけど景色最高です。後ろこれ、自分は後ろ、そうですね、大丈夫です。とこれ、いい、テープル登った気になりました。ありがとうございます。水ってどこですか？はい、降りる、結構降りる、うん、いやいや、ものの3分くらい。今日の晩御飯はいつものててーん、アルファ米ですね。卵ご飯と何？ジップロックコンテナで食べるカップヌードル。じゃあご飯。ちょっとさ、私の食べてみて。ちょっと甘みのあるわかめご飯。ちょっと味違うかな。なんか違う気がする。どう？あ、すごい。甘みあるよね。うまいじゃないの、うん、まあ。乾燥野菜を入れただけなの。野菜の出汁が。そういうこと。でもちょっと塩味欲しい。今度塩持ってこい。どうだね。おはようございます、結局あのまんまご飯食べてすぐ寝てしまいました。朝ご飯食べて頂上に向かいたいと思います。でも頂上はあいにくのガスなんです。あ、ちょっと見えてきた、うん、ちょっと明るくなって、ちょっとさっきちょっとさっきより見えてきたんですけど、ご飯食べてから向かいます。はい、はい、朝ご飯食べてこれから頂上に向かっていきたいと思います。ね、残念ながらちょっと頂上の方はガスってんですけど、頂上に着く頃にはガスが晴れてることを期待したいと思います。ここから30分ぐらいだよね、うん、じゃあ登ってきたいと思います。おお、すげえ。お、頂上見えましたよ。カメラ映ってっかな。あとちょっとです。岳まであと 150m。 よいしょ。あ、頂上まであと少しです。よいしょ。そろそろ着きます。
着いた。よし。おお、すげえ。はい、無事、駒ヶ岳登頂です。頂上に出たらね、やっぱガスが晴れてくれて、もう絶景ですね。もう360度パノラマです。ちょっとしばらくね、この景色ご覧ください。じゃあとりあえずテントまで降ります。はい、テント場に到着です。これからテント片付けて下山したいと思います。時刻は9時半、1時ぐらいかな、明日1時ぐらいに着けばいいですね。じゃあ気をつけて降りたいと思います。どうもお世話になりました。はい、ありがとう。駒ヶ岳。How many smiles does it take to be happy?How many times do you have to feel lonely before you get the chance to meet someone? Before you get to meet someone like you. How many songs can you write about heartbreak? How to go when you're fed up with mistakes? Maybe I just found the answers. Maybe I just found the answers in you.スポンサーの提供でお送りしました。